ファッションの楽園パリで何が平野紫耀の予測不能な新展開に注目。ルイ・ヴィトンの舞台裏とファッションの魔法に迫る冒険。こんにちは、ファッションとエンターテインメントの愛好者の皆さん。ナンバー、愛のアイドル、平野紫耀が、なんとルイ・ヴィトンのご招待でパリを訪れているとの報告がありました。今回は、その舞台裏と、これまでに触れられていない魅力に焦点を当てて、新しい視点で紹介していきます。 ヒラノはインスタグラムで、ルイヴィトンにご招待いただきパリに来ていますと報告。この一言が、ファッション界とファンの期待を一気に高めました。彼が身を包んだルイヴィトンのファッションは、まさに絵になると言われるほどの美しさで、そのショットは SNS 上で多くの反響を呼び起こしました。さらに、平野が5日に発表したルイヴィトンとのパートナーシップ。これにより、彼のファッションとの新たな冒険が始まることが予感されます。 一体どんな未知なる可能性が広がっているのでしょうかファッションの世界において、平野仕様がどのような変革をもたらすのか、私たちは今から楽しみにしています。ファンからのコメントにも注目が集まります。紫テルくんパリが似合うね。紫輝くんも背景も美しい絵になる。もはや絵画、パリ。紫輝くんオーラが半端ないわとの声が寄せられ、ファッションと文化の融合が生んだ魅力に触れることができます。 長旅の末、フランスに到着した平野には、ファンから、お疲れ様でした。パリでのショー、楽しんできてくださいね。紫輝くんの報告、待ってますといった温かいメッセージが寄せられています。これにより、ファンとアーティストとの絆がより一層深まっていることが伺えます。さらに、パリでの観光やプライベートタイムに対する期待も、ファンからは、パリの風景に、青空に紫輝くんって最高な組み合わせ。 ショー楽しんできてください。日本から見てるねといったコメントが寄せられ、彼が見た景色や体験を共有してほしいという期待が感じられます。最後に、ルイ・ヴィトンにご招待されるなど、驚きの連続にテンションが上がるファンの姿勢も、コメントには、紫輝くん見れるとか、幸せすぎるしテンションおかしくなってるよ、きっと良い一日になりそう。紫輝くんも楽しんでねといった喜びに溢れた言葉が並んでいます。 パリの青空に、ルイ・ヴィトンの素敵なコーディネートをまとった紫・輝くんのショットが、SNS 上で輝きを放っています。エッフェル塔もその輝きに負けないほど美しく映っているようです。これからの彼の投稿に、ファンはますます期待と好奇心を抱いています。新しいファッションの旅が始まりました。紫・輝くんのパリ日記、これからも楽しみにしていきましょう。